ハインケル・ヘスさん、ハインケル・ヘスさん、ハインクル・ストロル・トリアブワークさん、ヘスさんは、単体飛行を成し遂げた、世界初のターボジェットエンジン。イギリス空軍の可視官、フランク・ホイットル、九百929年に出願した、延伸式、ターボジェットエンジンに関する特許は、機密扱いされず専門誌などで広く紹介されたため、各国の空軍や技術者が注目し一部では、 後追いが始まった。その中の一人が、ゲッティンゲン大学工学部で、流体力学を専攻する、大学院生だった、ハンス・フォン・ウォハイン、で、ホイットルのものよりさらにシンプルな短板車流、ラジアルタービンを用いる別形式発案して1933年に、特許出願し、友人のマックス・ハーンが経営する、自動車整備工場の一角を借り、 翌1934年から慈悲を投じて、ジェットエンジンの基礎実験に着手した。博士課程終了後、ハインケル社に採用された、オハインは、ホイットルと、ほぼ同時に初号機ヘス1を稼働。掃除系の単板延伸式圧縮機とタービングを、背中合わせに配置し、その間の外周に、ドーナツ状の直流アニュラー型燃焼機を設けた、極めて体型で素やなものだった。 一号機では、当初、高速燃焼する、機体水素を用いて安定していたが、気発油で運転できるよう気化機械器を付加して、以降は、ホイットルと同様に手術の問題に直面した。オハインの開発体制は、ホイットルより恵まれており、中間的なヘス2を経て、直ちに本格型のヘス3で、初飛行を目指すことになった。ヘス3の最初デザインは、おおむねヘス1と、類似していた。 8枚のブレードからなる単弾のインデューサーは、軸流圧縮機ではなく、吸入される空気に、遠心式圧縮機の回転に合わせた、回転方向への運動エルギーを与え、流入損失を減らすものである。その遠心式圧縮機は16枚のブレードのついた円盤である。遠心式圧縮機で圧縮された空気は、圧縮機とタービンをつなげるシャフトを延長して、 ヘス1よりも広がった空間に設置されたアニュラ型の燃焼室に導かれた。この最初のデザインのエンジンの試験は1938年3月近辺に行われたが、その燃焼室の配置はエンジン直径のコンパクト化には見継ぎしたものの不完全燃焼を引き起こしてしまった。ヘス3は再設計されヘス3ビットとなった。ヘス3ビットは燃焼室の配置を再検討し、 アニュラ型の燃焼室を延伸圧縮機の前方に配置した。これにより、延伸式圧縮機で圧縮された空気は、圧縮機外周ディフューザーを通過した後に分離され、大半は圧縮機外周前方の湾曲したダクトへ入り、180度反転して、アニュラ型燃焼室に前方から流して、ライナ内で燃料と混合、点火される。 ディフューザー外周で分離された空気の片方は燃焼室、ライナの内側から燃焼室へ流れ込み、高温ガスと混合されて温度を下げる。混合されたガスがリュを通りタービンに導かれる。ヘス3の原型のデザインほどはエンジン直径がコンパクトではないけれども、ヘス3ビットは十分コンパクトであった。揮発燃料ガソリンで動作するよう設計された。燃料は メインシャフト工法を指示するローラーベアリングの潤滑、冷却に用いられ、予熱されて着火を容易にしていた。ヘッサンビットは1939年の初期に完成した HE118 級高化爆撃機のプロトタイプのうちの一機にエンジンを取り付け飛行試験を行った。飛行試験は国費に行われ、プロペラ動力で離着陸を行い、早朝に飛行時のみ、 ジェットエンジンを使用した。試験は順調に進んでいたが、結局タービンが消損してしまった。2期目のヘッサンビットは、HE178 の機体の完成と、ほぼ同時に完成した。このためエンジンは、エンジンのみの地上試験をせずに機体に搭載しただちに、飛行試験を行うこととなった。1939年8月27日に、 ハインケル社テストパイロットのエイリヒバルジッツの手で世界初のジェット推進機として初飛行に成功した。これは同社の世界初のロケット推進機 HE176 に遅れること2ヶ月、ホイットルらラの実験機、グロスター E28-39 の初飛行よりは1年半先んじていた。しかし、ヘスンビットは低出力かつ耐久性にも欠け、 最高速は計画値を下回る325キロトンに止まり、対空時間も10分に制限されるなど、レシプロ機に対して明確な優位性を示せず、試作2号機に至っては、水力不足で離陸もできずに終わった。試験を終えた HE178 は HE176 と共にドイツ空軍博物館に展示されていたが、1943年の ベルリン大空襲で消失し、現存しない。ヘスさんは、比例拡大版のヘス6を経て、戦闘機 g e 2 8 0向けの実用型ヘス8へと発達して行った。ヘス3ビット、ヘス6、共にジャーマン、ジェッツエンジンガスタービンデベロップメント、アントニー K、エライフブックス、2002P21 より引用。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。